株式会社ユーネクストは、定額制動画配信サービスユーネクストを運営する日本の企業。2017年にユーセン・ネクストホールディングズの100%子会社として設立された。同年の事業再編で、初代法人株式会社ユーネクストより動画配信サービス等の事業を継承した。映像配信サービスユーネクストを主軸とし、 インターネットサービスやモバイル事業も展開している。映像配信サービスは、前身のギャオギャオネクストを経て、2009年12月から、現行のユーネクストにブランド名称を変更した。もともとは、優先の映像配信部門から独立して、設立された企業であるが、2017年の事業再編により、それまで映像配信事業を行っていた。 株式会社ユーネクストが株式会社優先を吸収合併して株式会社優先ネクストホールディングズに称号を変更した。現行の株式会社ユーネクストは優先ネクストホールディングズが100%出資する事業主会社である。マルチデバイスに向けた映像配信ビデオオンデマンドを2007年6月よりサービスをスタート。コンテンツは 定額制の見放題プランに対応した見放題作品と一本の視聴ごとに課金される PPV 作品に分かれている配信数は2021年1月時点で見放題作品21万本レンタル作品2万本で定額制動画サービスの中で見放題作品数ナンバーワンのラインナップを誇る月額会員に加入している場合追加料金不要で 114C 以上の雑誌が 読み放題。日本では、ネットフリックスやアマゾンプライムビデオに次ぐ3位のシェアを誇っており、映画やアニメや韓国ドラマが充実しているのが特徴である。しかし、同業の定額制動画配信サービスと比べて、欧米制作の海外ドラマが手薄なのが長年の課題であった。2021年2月に、アメリカの大手メディア企業である、バイアコム CBS と、 同年3月に同じくアメリカのメディア企業であるワーナーメディアとの間でそれぞれ独占パートナーシップ契約を締結し、前者は同年2月からショータイムのテレビシリーズを、後者は同年4月から HBO と HBO Max のオリジナル作品を本サービスにて独占配信することを発表した。Google Play、Unext、映画、ドラマ、 アニメ日本最大級の動画アプリ参照。対応デバイステレビモバイルゲーム機、パソコンに対応している。対応デバイスの詳細は公式サイト、対応デバイスを参照。UNEXT カードオンラインやコンビニなどの店頭で購入できるプリペイドカード、UNEXT カードの販売を行っている。全国のローソン店舗にて、2012年12月4日より、ムービーカードの提供を開始した。 2020年には全国のセブンイレブンで UNEXT カードの販売を開始した。パワードバイ UNEXT パワードバイ UNEXT は提携各社のポイント等を UNEXT の市長に利用可能な業務提携サービス、下記のインターネットサービスを提供している。2013年5月1日より MVNO 事業 U モービルの提供を開始した。2017年1月17日、 山田電機との合弁会社 YU モービレ株式会社を設立しサービスを YU モービレに移行した2021年時点で U モービレブランドは残っているがユーザーサービスのみ行い新規申し込みは YU モービレに移行している2017年それまで映像配信事業を行っていた株式会社 u ネクストが株式会社優先を 九州合併して株式会社優先ネクストホールディングスに称号変更した。ありがとうございます。